神奈川県藤沢市にあります湘南工科大学附属高校で家庭科を担当しております小林博美と申します。本日はマスクの作り方についてをご紹介していきたいと思います。マスクが手に入らない緑型困っている方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。ご家庭にあるものでかっこ悪くないマスクの作り方をちょっと考えてみましたので、ぜひ見てください。キッチンペーパーを折ってホチキスで留めるだけという簡単なものになりますが、今私がしているものでございます。市販のものとあまり変わりないように見えるかと思います。さて、用意するものなんですけれども、です、キッチンペーパーなんですけれども、今回はこちらの業務用リードペーパーというものですね。今私がつけているものもそうなんですけれども、市販で売られているマスクの質感に近いものを、使っていければと思っております。普通のこのようなキッチンタオルですね、こういうものでも構わないと思います。ではご用意の上一緒に作っていきましょう。では手元のカメラに行ってみましょう。さあ、こちらのキッチンペーパーなんですけれども、縦が27センチ、横が23センチとなっております。この27センチの方ですね、縦の方、こちらを16センチまで折っていきたいと思います。はい、このように16センチに折ってみました。こちら一般的なサイズ、紳士サイズ、普通サイズというもので作っておりますが、もし少し小さめの婦人サイズ、女性用で作りたいということであれば14センチというところまで折ってください。まずはここを16センチまで折ってみてください。このようになってます。続きましてこちらを折っていきます。山折り谷折りをしていきたいと思います。16センチはここが16センチでしたね。これが、口に当たる部分になりますので、まず表面分かりやすいように、山折り谷折り書いてみましたけれども、4センチ、1.5 センチ、3センチ、1.5 センチという間隔で山折り、それから谷折りをしてみましょう。実際にはこのように線を引くことはできないので、このように印をつけておくと良いでしょう。それでは実際に折っていきたいと思います。まずは青は山折りをしていきます。赤は谷折りです。そしてまた青で山折り、そして赤で谷折り、このようになります。この時に一度定規で測っていただきたいんですけれども、サイズをだいたい10センチという形でいいです。手作りマスクということですので、自分の顔のサイズに合わせて微調整をしてください。10センチちょっと、それから9センチちょっとでもいいかと思います。一般的なサイズ、男性用マスクのサイズの目安は10センチですけれども、女性用、婦人用ということであれば、サイズはこちら8センチということになりますので、こちら8センチを目安としてお作りください。さあ、ここまでできたところで、次にこれを裏にしてこちらを折り込んでいきます。折り込み方ですが、こちらが外です。こっちが口に当たる方ですね。ここをまず1センチ折ってもらって、次また1センチ折ります。1センチ1センチ折ってもらって、ここで初めての登場のホチキスで止めてください。止めるのは1箇所でいいかと思います。止めてください。で、反対側も同じなんですけれども、ここで1回サイズを確認したいなと思います。ここ1センチ1センチの三つ折りになっていますね。三つ折りができたら19センチのところでカットしていきたいと思います。一般的なサイズの時には19センチ、女性用の場合は16センチでカットをしていきましょう。そうしましたら、こちら1センチもう一度折って、また三つ折りをします。この形が出来上がります。輪ゴムなんですが、一般的なサイズのものを3つちょうどいいサイズになるかと思います。まず1つ目、そしてここにもう一つですね。このように3つのものを2本作ります。さあ、ここまでできたらホチキスを打っていこうと思います。このようにゴムの幅に打っていく。こうすれば外れる心配はありません。これを4箇所打っていきましょう。こちら完成しました。
表からホチキスを打った跡がですね3箇所見えるようになっています。それではつけてみます。いかがでしょうか。こちらが今作成したマスクです。やはり輪ゴムがちょっと強いので耳が痛くなってしまう可能性があります。つけた感じは市販で売られているものとそんなに違和感がないように思います。一番いいのはやっぱりマスク用のゴムかと思います。この輪ゴムは少し強力で耳が痛くなってしまう可能性がありますので、この市販で売られているマスクですね、こちら使い終わったものこちらを切っていただいてこれをつけるというのもありかと思います。こちらとても優しく伸びるものになってますね。ここに関してもワイヤーがないので、今回作ったマスクに関してはワイヤーを抜いてここに入れてみても、よりクオリティの高いマスクができるのではないかなと思います。ホチキスの芯のところですねがやっぱり見えてきますので、そこはちょっと手作り感、簡単に作ったっていうところがバレてしまうかもしれませんけれども、急遽必要なものということで、ぜひ皆さんも一緒に作ってみてください。同じ作り方の工程をですね、このホチキスのところを縫ってみるというようなことをしていただければ、さらに選択をして使っていけるマスクが出来上がるんじゃないでしょうか。手作りマスク、せっかくの機会ですので、自分の顔のサイズに合った自分の使いやすいマスクを作ってみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。